今までクレアとエマは違う階で暮らしてたけど、ついに今日同じ階。そしてこの後からね、また同じ部屋ね、ちょっとずつだね、撫でさせて。クレア、おいで。クレア。クレア、おいで。ピーちゃん。起きたよ、エマ。あっちの奥がエマの部屋です。で、ここのスペースをクレアも行き来できるようにする。クレアの部屋は2階だけど、気になってんのかな？柵がなくていつもつけてた。おいで、いいよ、いいよ、いいよ、おいで。あ、来た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 。クレア来たよ。いやいや。ピーちゃんだよ。いやいや。嬉しい。クレちゃんちょっと戸惑ってんね。いいよ、クレア、これからここまで来ててね。もうちょっとエマが大きくなったらね、そっちの柵もね、なくなってこの柵はクレアが怖がって飛び越えられないから。いいの、エマ、もう行っちゃった。気になる。こう見るとクレア大きいな。なんかここに来るとこのスペースもなんか狭く感じる。いいじゃん、クレア。クレアが家で自由に歩けるスペースが広がったね。もう2階はほとんどクレアなんだけどね。いいよ、クレアもここの辺で、ね、ゆっくりしてて。2階はクレアの部屋とベランダとあとママの寝室がある。いいからね、ちょっと戸惑って、どこにいればいいのって。いいよ、そこら辺で休んでてもいいし、2階行ってもいいし、ベランダ行ってもいいし、自由だ。エマ来ないね。エマ今なんかアニメ見てんだって。うん、エマ来ないね。エマちゃん来ないね。エマって、クレちゃん今日シャンプーしたばっかだからいい匂いするね。そこが定位置になる？クレアの。いいよ、そこで。だんだん慣れてくるかな、クレアは。よいしょ。ど真ん中。いいね、ど真ん中で。クレちゃん、今だよ。クレアエリアの拡張、クレアもちょっと落ち着いたかな。もう寝そう。よかったね、クレア。コネムさんだ。よかった、クレア落ち着いてくれて。なんか聞こえた？バイバイ。クレア落ち着きました。ごめん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 。いや、寝しててね、ごめんね、起こしちゃった、俺が起こしちゃった。ごめん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 。バイバイ。